アクイルギュから原田、マイクマが、おー、マイクマ触って、加藤、加藤中に入れて、阿川真司だ、先制セレッソ大阪、香川4684日ぶりの J1 でのゴール、大きな大きな先制ゴールで1対0です。加藤のプレス、最後諦めずに走った香川真司、粘り強く泥臭く先制ゴールを決めました。いやー、ここでトスのつなぎからなんですけども、ここ